初代アルベマール公爵、ジョージ・マンクは、イングランドの貴族、軍人。新京都革命で軍人として、出世、英蘭戦争では、海軍の司令官として活躍。イングランド共和国末期の混乱を収集して、王政復興を実現させた公によりアルベマール公に除された。1608年、デボンシャーのマートンデサー・トマス・マンクの次男として生まれた。軍人となり、 1625年のバッキンガム校、ジョージ・ビリアーズによるスペインのカディス遠征をはじめ、1627年の対フランス戦争にも従軍して、ラロシェル包囲戦におけるユグノー救援のタメレ島遠征に参戦、1629年にオランダ軍に加わり80年戦争で、スペイン軍と戦い統率力を称賛され、1637年の ブレダ包囲戦で勇敢に戦い注目された。1638年にドルトレヒト議会と異境を起こしてイングランドへ帰国。ニューポート連帯中佐の職を得た。イングランドではチャールズ一世の失勢で反乱が頻発。マンクはそれらの反乱鎮圧に借り出され、1639年と1640年に、 スコットランドで勃発した主教戦争と1641年のアイルランド同盟戦争ではオーモンド公、ジェームズ・バトラー率いる鎮圧軍令下のレスター教連隊の連隊長としてアイルランドへ出兵した。レスター博、ロバート・シドニーはマンクの冷静沈着さを称賛、空席となっていたダブリン総督の座をマンクに勧めた。しかし、チャールズ一世はマンクを採用せず、 別人を任命、マンクに就任を放棄させた。この行為からチャールズ一世に不満を抱くようになり、第一次イングランド内戦では、王党派に属したが、1644年に、王党派の軍が議会派司令官のトーマス・フェアファクスに、ナントウィッチの戦いで敗れると捕虜となり、ロンドン島へ、東国、2年後の1646年に釈放され、議会派へ倉返した。 釈放後は、議会派のニューモデル軍に属して、少々となり、1647年にアイルランドに出兵して転、転戦、1649年にアイルランドカトリック同盟の指導者、オーエンド・オニールと和睦を結んで帰国した。続いて、翌1650年に、議会派の司令官、オリバー・クロムウェルに従い、スコットランドへ遠征。 第3次イングランド内戦におけるダンバーの戦いで、ジョン・ランバート・チャールズ・フリート・ウッドラと連携して、スコットランド軍を撃破した後は、スコットランド中流軍の指揮を任され、翌1651年のウスターの戦いの際、スコットランド軍が南下しがら空きになった隙に、スコットランド各地を転戦して1652年までに、スターリング・ダンディ・アバディーン・オークニー諸島などを占領して、 スコットランドを平定した。翌1653年に、クロムウェルが五国教に就任すると、スコットランド代表として政権に加わり、イングランド共和国の有力者となった。1652年に第一次英乱戦争が始まると、革命による人材不足を補うためコモンウェルスネイビーに設けられた役職である、ジェネラル・アット・シーに任命され、翌年には、 ポートランド沖海戦で重傷を負ったロバート・ブレイクに代わってイングランド艦隊司令長官としてオランダ海軍に立ち向かうことになった。オランダはマールテン・トロンプ提督が迎え撃ったがマンクはガッバードの海戦に勝利スヘフェ人間の海戦でもトロンプを打ち取り1654年にウェストミンスター条約を締結オランダに対してイングランドが優位に立った。戦後は スコットランドに戻り、総督として、中屯を続けた。ジェネラルアットシーザー人中は、ブレイクとウィリアムペンと共に、海軍改革に力を尽くし、艦隊戦術は単獣人を採用して、重列で相手に集中砲火を浴びせガッパードの海戦で成果を上げた。この戦術はオランダモスヘヘ人間の海戦で、採用、やがて単獣人は、世界の海軍の基本人形となった。 また、英乱戦争を通して、海上戦略も確立され、地中海の確保と政海権の獲得など、後に、イギリス海軍で重要視される目標が立てられていった。1658年、クロムウェルが死去して、息子のリチャード・クロムウェルが五国境となったが、軍部の反抗を抑えきれず、翌1659年5月に退任すると、権力闘争が起こり、 クロムウェルの部下ジョン・ランバートが10月にクーデターでランプ議会を解散させて軍事政権を樹立した。この間、スコットランドに泊まっていたマンクは大陸に亡命中の王党派と連絡を取り、スコットランドから南下して議会の召集を要求して12月に復活させた。一方、バルト海に派遣していた艦隊司令官、 エドワード・モンタギューをイングランドへ呼び戻し、チャールズ1世の息子チャールズ二世らを党派を迎え入れるよう命じて着々と王政復興への布石を打った。翌1660年1月にスコットランドとイングランドの国境線であるツイード川を越えてイングランドに進出、支持を失ったランバートを捉えて、ロンドン島へ、東国、2月にロンドンへ入った。そこで、 共和制に不満を持ち寄せ復興を望む国民の支持を背景に、クロムウェルに解散させられた長期議会を招集させて、共和制から排除された長老派を含む議員を復帰させた。さらに、3月に革命と無関係な議会形成を目標に議会を解散させて、総選挙を実施、合わせてチャールズ2世と側近のエドワードハイドに、 政界の混乱を避けるための音社実施などを打ち合わせ、4月にオランダのブレダでチャールズ2世が発したブレダ宣言成立につなげた。そして4月に王党派も復帰した仮議会が成立5月の王政復古宣言を見届け、モンタギューの艦隊に乗ってイングランドへ帰国したチャールズ2世を出迎えて大きな混乱もなく王政復興を実現させた。チャールズ2世からは 恩賞として、軍最高司令官、寝室係自重、アイルランド総督、シュメガシラ、ガーター騎士に助任され、アルベマール公爵、トリントン伯爵、マンク男爵、ビーチャム男爵に助尺され7000ポンドの年金も約束された。マンクに協力して、王政復古に尽くしたモンタギューと秘書のサミュエル・ピープスも恩賞を与えられ、モンタギューはサンドウィッチ伯爵に助尺。 ピープスはイングランド海軍の官僚として出世していった。マンクの騎馬護衛隊は、この駅兵となった3個中隊の第2クイーンズ中隊となり、その後他の中隊と統合されてライフガーズ連隊となった。翌1661年には、文句の不評連隊が、この F 不評連隊となり、後には当時からの通称であるコールドストリームガーズが正式名称となって、現在に至る。 チャールズ2世からの恩賞は1663年にも与えられ、北アメリカのカロライナ植民地の所有者8人のうち1人に選ばれた。現在のノースカロライナ州にある三角港のアルベマールサウンドはマンクの爵位にちなんで名付けられている。1665年にロンドンでペストが流行すると治安維持のため出動。翌1666年に ペストが沈静化すると第二次英乱戦争に駆り出されカンバーランドコールパートと共にイングランド艦隊を指揮して再びオランダ海軍と交戦することになった。4日開戦ではルパート艦隊がオランダの同盟国フランスの援軍組織に向かい戦場から離れてしまったため劣勢のままミヒール・デロイテル率いるオランダ艦隊に立ち向かった。 6月1日から4日までの海戦では大損害を受けて敗北を起死したが、戦線を崩さず奮戦して、オランダにも損害を与え両軍交代に持ち込んだ。続く7月の聖ジェームズビの海戦で、ルパートと共同でオランダ海軍と交戦、一応の勝利を収めたが、戦果をかなり古代に報告して、雪辱を果たした。8月に、 オランダ沿岸の商船襲撃も実行している。9月にロンドン大火が発生するとチャールズ2世から呼び戻され治安維持にあたり、翌1667年にオランダ艦隊がテムズ川川口付近のメドウェイ川を襲撃すると急遽現場のチャタムに向かい陸に迫るオランダ海軍をチャタムから必死に砲撃して応戦したがロイヤルチャールズが 敵に捕獲されロイヤル・ジェームズとロイヤル・キャサリンを沈めるという屈辱的な結果に終わった。戦後ブレダの和訳で戦争は終結、以後は名目上の大一、大倉教として実務は大倉委員会に任せ、3年後の1670年に61歳で死去、ウェストミンスター寺院に埋葬された。軍最高司令官はチャールズ二世の諸子のモンマスコージェームズ・スコットに 大倉卿は、チャールズ2世の側近トマス・クリフォードに、アルベマール皇位は一人息子のクリストファー・マンクに、それぞれ受け継がれたが、1688年に、クリストファーに、子供が亡く死去、マンク家とアルベマール皇位は消滅した。後に、アルベマール白衣が新設され、アーノルド・バン・ケッペルが除釈された。また、1696年に、ジェームズ2世が、 アルベマールコークライを復活させ諸し、ヘンリー・フィッツ・ジェームズに与えたが、この借位は、実効性がないジャコバイト貴族としての借位で、1702年に、ヘンリーが亡くなり一代限りで消滅した。英語発音、エンアン・ジー・ケイ、ハット・ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、ハット・ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー・シミズ、P166、P175、P185、 P211P213 ともきよ P22P24 小林 P173P184P191 ともきよ P37P47 小林 P192P195 清水 P263P267 カーマン 1982P17 から25 ハットカーマン 1985P17 から24グリフィン P59 から60トモキヨ P51P53 トモキヨ P63P79 小林 P202P210 ありがとうございます